皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の28日、朝の10時42分です。なぜ首脳とか首都だとかそういう言葉になってたのか分かりました。昨日ニュースウォッチ9っていうあの NHK の21時からの報道番組があったんですけども、まるまる全部以前の放送でした。火事の現場から生中継のところ、あれ見たことあるから。周りでね、騒いでる子供たちとか、あとある程度のね出るものとか、その警察官の人にもとかにね、こう言ってもらいたくて、いやいや、まあ、前から以前からの放送テレビで放送してるからって、ちょっと時間軸違うからとか、そういうこと言っていて、それで騒いでる、あそことかなんか、そのとこ火事の現場でなんか言ってるんです。でその近くの警察官の人はね、昔から本当にそうやからって言ってるんですけど、最悪あれ火事の現場とかのふりをして聞こえてきてる内容に合わせてそういう風に言ってる可能性があるかもしれないんですけど、メンバーは全く同じ、注意してる人も、もうその人たちが今何歳か分かんないですから、前から使われてるから。本当に火事の現場も最後の方はちゃんと沈下してる映像一瞬最後だけ入れてきてるから。じゃあ君クビよって、あれ解雇のことだと思うでしょ、雇用とかの、違う違う、自習の方。なぜ首都って自習せなあかんから、首都ってこ首都って他国の言語どうなってます、そのあのやっぱり首脳とか、そのみんなこれだけ嘘つかれた、誰が大統領になっても総理になってもなかなか物事進まないとか、オバマさんが黒人初の大統領、僕からのね提案で、あのなんかそれしなかったら、あの奴隷制度の話とかいっぱい今まであったわけじゃないですか。違う違う、第二次世界大戦のそのこの間言ってた六法全書のあの法律探し、昨日もね、あの少しずつでもいいからとにかくちょっと見てみようと思って見ていた。皆さん、第二次世界大戦ってね、日本の終戦記念日1948年だったでしょ。国際連合のその1945年に労働憲章っていう、どうぞこれ今でも賃金の不払いずっと行われてるのか同じやった。じゃあなんか今高橋の綾の声、タイムとかいう声が聞こえてきたんです。タイムは時間や。ね、だからこれ最初から仕事なくても生活保護でもいいから結婚した方が勝ちだったんですよ、きっと。仕事に取りつかれるかあかん、仕事に取りつかれるかあかん、仕事に取りつかれるからあかん、テレビ局行った、それ嘘に取りつかれるよ。やめとけって、もう安倍晋三さんが昔ね、総理だった時に報道ステーションとかに出された時にすごい怒ってたの、皆さん覚えてます？生番組で、ね、なんで私がこんなところに出なきゃならないんですか。精いっぱいの抵抗、なぜか総理決める時に投票で書くと、いろんな党からの議員からの投票で一番多かった人がそうになる。総理からしたみんなで僕を落とし入れるつもりなんですかって、そこまで言っていいんかいで、2回目の総理の話になった時、安倍さんめちゃめちゃ怒らせた時あったんですよ。あの第1回目の時の映像だったと思うんですけども、無理ですよこんなにおかしな人たちばっかりだったら。こちらから見た国会の方がおかしい。コロ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 法律移動するでしょ。でもう当院聞いてたら分かるんですよ、みんなも法律こんなコロコロコロ
ロコロ変えてコロ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 移動、第何条のね、あの何々法の第何条とか、もう毎回これ放送法で例えるんですが、僕のホームページ青木ですけど、できるの一番見てる人だったら分かります。放送法の第1条をじゃあ放送法の第6条の2、平成20年度の六法全書、災害防災とかに、ね、関する、内容のものなんですけども、まあ、それね、なんか平成31年度の六法全書があったら108条まで移動してるんです。これ自分が裁判した時にね、意地悪な裁判官は法律名と第何条かが記載されてないから分からないっていう形で逃げ始める。ちょっとね、あの どうしよう、またこれ別の動画で言いましょうが、みんな本当のことを教えておこうなっていう話。エネルギーの残存問題、ここでも一応言っておきますけども、エネルギーの残存問題がメインだから、海外に対して日本は円安になっていればいいんです。で、アメリカは国内で、日本とか他の国に対してドル安になっていればいいんです。中国も同じ、ロシアも同じ。そうすれば自然とお互いに渡航制限がかかるでしょ。これが自然性、そういう、自然な発想っていうのが、だから法律六法全書とかで、判例とかいろんなものを用い始めると何が法律かわけわかんなくなるんですが、最終結論はどこに書いてあるんですかってなるんですよ。だって六法全書はね、天皇陛下は総理を任命することになってるんですよ。で、厚生年金とかに関してもちゃんと窓口でちゃんと表が出てくるんですよ。月額で決まってますと。そうじゃなかったら1週間のうちに仕事がこれだけある日と、ある1週間とない時あるから、六法全書見たら1週間の労働時間が20時間以上って書かれてるんです。じゃあ稼いだ金額、月額誰かが違うじゃなくて、一回大真面目な顔でチャッって言ってたの。喧嘩しちゃダメなんでしょ、喧嘩しちゃダメなんだったらチャッぐらい言うといた方がいいって、それが元で喧嘩になるかもしれませんけど、しっかり喋りなさいみたいな話、それは違うでしょとかチャッって何なんですか、そのテレビであれだけやりたいようでした。こうやって、ちゃうちゃう。ちゃうちゃうとちゃうちゃう。もうやめましたよ、本当に僕も。どうで死と死のうとか言うわけだな。じゃあね、自主とかノーっていうことは、それ。頭の中取る、頭取りと書いて頭取ると書いて頭取りでしょ、銀行証券会社と銀行に嘘があるなんか1920年代にアメリカで言われていて、その後戦争のフェイクニュースとかで第一次世界大戦の頃が、それでオリンピック開催させた方なんですよ。第一次世界大戦より前にヨーロッパの方で14カ国ぐらいで集まって始めたのがオリンピックで、ね、4回以上は絶対開催してるはずなんですよ。4回か5回ぐらいで、その時にもうどんどん国集まってきたから、もうちょっとやめとけってな、もう戦争してることにする。で、渡航制限かけたみたいですよ。だこの間の台湾戦、頭なんかとか僕渡しなかったんですよ。で、日本ちゃんと負けたでしょ、予定通り。エネルギーの残存量も台湾で開催されてるんだから、なんで決勝ラウンドとか、決勝戦。東京ドームで余計エアコンとかで電気代使われるし、選手とかも移動してくるし、あかんやん、こんなことしとったらちゃんと台湾でしといたって、みんなテレビ見たらええねんから。少しでも節約、少しでも節約の話で、僕はもっと最速の答え出してるんですよ。ワールドベースボールクラシックだけでいいって言ってるんですよ。もともとオリンピックでしてたんですから。気がついたらね、ワールドベースボールクラシック作ったら作ったで、気がついたら、18歳の高校生、世界戦、サッカー界、余計エネルギー消費しとるやんね。
あ、出た方が負けやからね、言っておくけども。以上です、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、まあ、あと他にも小分けで、動画作っておきます。見出しでね、あの分かるようにやられた君首よって、あれ解雇のコツじゃない、出頭の方やってさ、出る頭と書いて出頭でしょ一回言われたんですよ。今まで何回か言われてるんですよ。その正当防衛刑法38条の方もあるっていう話をした時に、それで解説席の方がまだ今度それを元に誰かから何か言われたのが、えっっていうようなことを言い始めて、向こうでは言葉を使った、ね、その嫌がらせっていうことになってるぞって、彼のあの献身的な努力とかそういった言葉を君たちは忘れてる、淡い消し方も出して、私だからあの人が出頭してることになるとか話全然違うから。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、一応でも、もう今日は一応晴れ、朝から晴れだったんですけど、もう何回か起こされて、昨日のまあどれだけものすごいあの電波の格闘戦が行われていた、もうええから寝させてくれ寝させてくれでも昨日も睡眠時間5時間ぐらいだったんですよ。でも本当に寝たかったのに、天の神様への安全のお祈りするまで、もう秋篠宮佳子様の声とかね、もう佳子ちゃんでいいと思う、もう本当に。でも昨日あきこさんが通ったところだいぶ顔ボロボロになってよこで、もうお腹見たら胴丸つけてるから、あのもうええからっていうような形マスクしていてね、もう去年も声かけても、あの綺麗な顔していた時に声かけても、あのとぼけてそのまま歩いて、あの空いてないジョリーパスタのところまで僕を追いかけてずっと呼んでるんですよ。でジョリーパスタの前って何したかって、空いてないちゃんと11時からってオープンって書いてるのに9時30分からっていうあれですよ、あの9時30分頃の時間帯ですよ、11時からオープンなんですよ。明らかに開いてないし、明らかに電気ついてないんですよ。ドアガチャガチャってしまう。わかんない。ちょっとこれ最後面白い話混ぜておきますけども、険悪にならないように。我が天下とか、他のあのインターネットゲームのガチャガチャとか。散々お金使っておいて、僕みたいにね、今、Android から iPad の端末にデータ移せなくなってるんですよ、今。移し方がわからない、複雑化しすぎて。もう、ジャストアンサーさんとかも、あの、Facebook のパスワードの件とかお手上げになって、もしかしたら、別個 ID の方かもしれない。別個 ID の方教えてくださいとか、今まで、その、あの、散々ね、本当のことを記載してた内容とかを、こう、撮影する予定だったんですけども、Gmail の受け答え。ものすごいややこしい内容と、ちゃんとしたね、僕はこれ答えてください、あれ答えてくださいって感じで答えてこないんですよ。で、自分たちが思い込んだ正解、これだけを記載したらいいって思ってるんですよ。相手の文章全然読まないんです、その人たち。自分たちでたくさん文章を作っておいて。で、ちゃんと僕はその辺のところ、別校さんの、その我が天下の、いろんなね、自分たちで会社であれ、絶対ルール作ったらダメだから、もう六法全書にもともとあるルールだけでいいから、それだけでみんな大混乱を起こすから。最終的な結論、これどこにあんの？なるから、絶対そうなるから。だから、あの、エネルギーの残存量問題が、世界一番重要な問題だったんです。第一次世界大戦の前から国際連盟があった時から、日本がこっそり国際連盟から脱退したのあれ何だったの？じゃあこれも話どうかわかんないですよ。その頃って関東大震災の頃だったでしょ？で、ちょっともう、こんないろんな国の人たちが集まっていろんな言語で話され始めたって思う。僕らもわからへん。途中も日本語全然覚えてくれへんし。いうようなことで、いや、もうこれやめとくわって、オリンピックとかもう、どうせみたいな話で、で、ちょっと関東大震災の復興とかで、ちょっと僕らも頑張るから、僕らも採掘の方で地震起きてることぐらい分かってるから、で、それをなんとかしようとしたふりしていなかった。
日米野球が続行されていて、あかん、そこ一番オリンピックで勝ってるところや。後の歴史、僕生まれた1977年以降ですよ、その歴史で見ると、うわあ、これ種目増やし始めてるわ、これもう絶対あかんわって。誰かがテレビに出て勇気持って言うしかないって、ちゃんとね、あの責任は行政とか、今までの一般社団法人に関する法律とかでちゃんと行政に責任があるということ分かりますか？それ社団法人に関する法律だと思うでしょ。違います。ちゃんと最初に一番始めたところ、どこかっていうところに責任があるっていうこと書いてあるんです。だから天皇家、旧皇族武田家の武田恒康さんのお父さんが日本のオリンピック委員会の長になってたでしょ。今はもう辞めてると思うんですけども、わかんないですよ。あの映像の出し入れ、昔から昨日のニュースウオッチ9なんか全部最初から最後まで以前の内容、多分出てる人も以前の内容、もうむちゃくちゃすぎる。だからもう天気、昨日家なんか出なかったよ、18時以降出るわけないやんって、そんなもん雨降ってんのに。コード1着しか持ってないのに、あれ濡れたらどうしてくれるの。いや、これは家の中に食料ちゃんと、ね、ストックあるかないかで決まってくるんです。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。ちょっとみんなストレスを溜め込まないようにね、ちょっと笑い話込みでね、政府の本当のことを解き明かしていきます。以上です。僕は二十歳ぐらいの頃に小松なんとかさんっていう人がね、謎っていう曲、まあ曲調とかその当時としてはかなりの名曲だったんですよ。まあちょっと最新的なね形で、だけどもあの分かんない、途中から名前見たら小松なんとかさんじゃなくなってるんですよ。なんかこう中国の方のお名前ですかっていう名前に変わってるんです。もしくは台湾で、動画にね、アクセスできなくされたりだとか、その人たちも、一回ちゃんと、淡井圭介さんがどういうふうな目に遭ってきて、どういうふうにアイデアの搾取をされてきて、お金、金銭事情でね、苦しい思いをさせられてきたか、もともと阪神・淡路大震災の被災者の淡井圭介を助けるっていうところを、からの話始まってるんですよ。河川水門外式玉発電とか。それを進める方向でね。で、今更お金出せませんじゃ済まないんですよ。世界中に土下座しなきゃならない中国ですよ。ベコーさんの件。勝てないでしょ、スポーツ。サッカーも。この間日本に7対0だったでしょ。途中から選手も自分たちの方が悪いっていうこと分かってるから、ヒールキックでオンゴール誘ってる。じゃあ、あの試合、ある程度本当に電波でみんなで操られてるから、神がかり的な力ワンセットで。で、ちゃんと髪の毛染めてない人間しかゴールしてないんですよ。あともう、いや、髪の毛染めてる人間もゴールしてるやんって思ってる人いるでしょ。あれ本当は全部オンゴールなんですよ。最後、キーパーが触ってゴールとかしてるから。ディフェンダーに当たって、シュートの進路方向急に変えられて、キーパーが。そんな風な進路方向。急に変えられたんだ、キーパーって。あれね、神がかり的な力が効いてないときは、ディフェンダーに当たったとき、変なところ飛んでいくんですよ。ゴールの枠の中に行かないんですよ。神がかり的な力が効きすぎて、まあ僕もいろんな対処をずっとしてたんですけどね。しんどい。いつまでたっても誰も金払ってくれへんし、本当に。もう今は頭の中取られてます。どうします？全員頭取りの話一回。平成の天皇陛下言ったこと大丈夫です。それは、もう全員頭取りで。それ取り合いせえっていうこと。国会でも絶対嘘言ったらダメなんですよ。成人様がね、今の天皇陛下が、歴代の天皇の歴史を受け継いでとか。どうせエシロンとかそれ会話してない覚えてるから、どうせそれ無理やからっていうことでちょっと諦めモードで言ったのかもしれないですよ。本当に
一応今日の朝改正だったんですけども、あの政府の悪口を言ったからじゃなくて、内容でね、あのちゃんと晴れになっておかなきゃなんない。もう曇り、これで東京は晴れたらどうします、どうされますか皆さんね。関東大震災が、発生した時、首都機能ってどこで機能されてました？関東大震災があれだけ被害出た周りの近隣の都道府県もかなり無理な状態だったでしょう。ということは、関西に大阪府とかが首都機能を移転させた、させていたんじゃないですか。今先ほどね、天気映像映したでしょう。急に降量上がりましたから。雲の量は同じなんですけども、明るさがちょっと変わってるの気がつきます。首都機能、どうじゃ、セントセントって言い始めるでしょ。エロ業界だいぶ潰しもあったから、兵庫県の中心地の神戸市で。だからまあ、セントっていうことをね、一回、まあ、あんまりけども。いや、そこ、人口集まってくるでしょ。人が。で、どうなるかって言ったら、大きな災害が発生した時に、どうしようもなくなってくるんですよ。で、阪神・淡路大震災に関しては、港が、現在名称、新港川っていう河川の底から水が抜けっぱなしになっていて、プラス何かを、まあ、昔は絶対採掘してた方なんですよ。地下鉄が通ってるところは。で、深さがどれぐらいかはわからないです。まあ、秋田県とかはもう4000メートルっていうのはもう10年以上前から言ってることであって、だいぶ前から4000メートルって言い張ってるんですよ。ロシアが一番正直な方かもしれませんよ。今1万5000メートルそこまで掘ってるって。深さで。横とかいろんな方向もあるからって。ちゃんとオリンピック、この間パリオリンピック参加しないでくれたから、ロシアが今のところ真のリーダー国なんですよ。だからアメリカがオリンピック中止までしたら、今までの件のコンピューター関係の償いができたっていうことになる。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。以上です。